創業108年目の福井市の街道ジュエリー。店では10年以上前から古いデザインのジュエリーを作り変えて、母から子へ孫へと使ってもらおうと取り組んできました。こうしたリフォームしたジュエリーがある一方で、実はこちらの宝石、買い取りの際に値段がつかず行き場を失っていたんです。店には家族や親族が愛用していたという古いジュエリーが多く持ち込まれますが、下取りできるのは買い取り価格が分かる金とプラチナのみ。ダイヤやサファイア、ルビーなどは新しいデザインにリフォームされることもありますが、比較的安価なアメシストやガーネット、シトリンなど値がつかないものは無料で店が引き取っていました。こうした宝石を再利用しようと、店では今年7月独自のブランドを立ち上げました。ジュエリーデザイナーの寺前君江さんが7年ほど前から構想を練り、ブランド名はリスパークル、再び輝くを意味するリスパコと名付けました。宝石ってやっぱり地球がもう何億年もかけて作り上げたもう貴重な希少な資源なので、溜まってきた宝石をいっぱい見ていく中で、これはでもこのまま眠らせておくのはもったいないなっていう思いで、何かこの石を使ってできないかなっていうのがきっかけでした。神社でお祓いした宝石を洗浄し、サイズが大きいものはカットをして、金の素材と組み合わせて指輪やペンダントに再生。店ではオーダーメイドでも受け付けていて、小瓶に入った宝石から好きなものを選ぶこともできます。じゃあ石は何色がお好みとかありますか？ピンク系です。ピンク系お願いします。石を選んだら 3D プリンターなどを使って作ったサンプルをもとに、客の好みの形に近づけます。店内の工房で鋳造加工し、1ヶ月ほどで完成します。開けてみてください。ありがとうございます。わーすごーい、かわいい。めっちゃかわいいですよね。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。よかったです、気に入っていただけて嬉しい。待ってました。宝石というと少し背伸びもするし、敷居の高いものだなと思っていたんですけれど、リスパコはとても入りやすくて、きっと宝石はご褒美だったりプレゼントだったり、とても縁起のいいものだと思うので、それを受け付けるっていうのはとても素敵だなと思いました。価格は18金素材の指輪で3万円台から。料金にはリサイクル品の宝石代は含まず、加工にかかる費用のみ受け取っています。寺前さんが今ある地球の資源を大切にする持続可能なジュエリーを通して明日へつなぎたいものは、リスパコを通してそういった宝石たちをもう一度輝かせて、より多くの方にジュエリーを楽しんでいただきたいと思っていまして、100年続くジュエリーショップとして、これから先100年もジュエリーを楽しめる世界でありたいなっていう思いから、そうジュエリーというバトンを明日につないでいきたいと思います。